カルモーは、フランス、奥下にー地域圏、タルヌ県のコミューン。カルモーは、かつて盛んだった、産業活動、ガラス製造と、石炭採掘のために知られている。町をセル川が流れている。カルモーは、セガーラ、ケルシー、ルエルグ、ラングドックという異なる地方の境界線上にある。町は大規模な石炭の丹田の上に建設されている。カルモーは、 アルビの北 17km、トゥールーズとは 76km、ロデーズとは 47km 離れている。カルモーはトゥールーズ、アルビ、ロデーズ、リヨンをつなぐ軸の上にある。県道2088号線、かつての国道88号線が通る。校舎はカルモーからおよそ 4km のところを通る。カルモーには鉄道駅があり。 テルミディコールピレネーのトゥールーズ・ロデーズ線が通る。カルモー駅はこの路線の終着である。カルモーという地名は、ガリア語の人名、カーマンショス、または、キャロマーノショスに由来するというが、何の裏付けもない。村は13世紀にカレモンズ、または、カームウルックスと呼ばれ、16世紀から19世紀まで一時的に、クラモとなった。クラモは、燃やすを意味する。 クリマールからの派生ではない。12世紀以降に成立したカルモー漁はカステルノード・ボヌファスの城代が引き継いでいた。カルモー漁はモネスティエ断浅領の軍事要塞であった。モネスティエ断浅はアルビ主教に侵入していた。当時、石炭はまだ主要な資源ではなかった。特産品はセルーガ市で収穫されるアマを原料としておられた織物で、それは ルスキャンズと呼ばれた。カルモーの領主権はデルピュエッシュ家に属し、カニャック領主はツルーガ氏で石炭採掘を始めていた。16世紀初頭、支配権は1696年までカニャック領主だったセバスティアン・デルピュエッシュに戻った。顧問であり、1674年からトゥールーズ高等法院の長であったジャンバティスト・ドシロンはカルモーの領地を買った。 すでに千五百五十年、彼の祖父ジャンドシロンは、カレムルックスの町の商人であり、いくつかの石炭の行動を扱っていた。ジャンバティストの子であるジャンバティスト二世はその功績から、貴族の列に加えられ、カルモー公爵の殿様と呼ばれた。彼の娘は千七百二十四年に、軍人のフランソワ・ポールド・ソラージュと結婚し、持参金として、ソラージュ家に、実家の領地の一部をもたらし、 彼の一族は足りない土地を購入した。カルモーの土地は、当時25万リーブルの価格であったと推測される。フランソワ・ポールのコ・アントワーヌは、ソラ・ジュ家で、カルモー公爵の儀礼称号を名乗った最後の人物であった。15世紀以来、現在のタルヌ県は、グレシニエの森やノワール山地におけるガラス工芸を通じ、長くガラス製造の伝統を謳歌していた。グレシニエの森が、 ガラス製造者に最大に利用され、ルイド・フロア・ドゥールド・セルジーが森を訪問中、ジャンバティスト・コルベールは1669年8月に森林法を起草し、ガラス製造のための木材使用を制限している。アントワーヌのマッテイ・ガブリエルは、事業の重要性を高め、カルモーで取れる石炭を利用して、輸送の混乱も回避した。ここで、地元で取れる石炭の大半が消費された。 ジャンジョレス国色のガラス瓶を製造するため、彼はグレシニエとシャンプノワの高い技術力を持つガラス製造者たちを呼び集めた。ガラス製造においては1882年に800人もの労働者たちが働いていた。彼らはより高い賃金の恩恵を受けて、労働者階級の中でも特権階級を形成していた。フランス革命後、ガブリエルは 石炭採掘を独占して保持し、1800年に200人が働いていた。1873年、カルモー工業会社が炭鉱の所有者になった。石炭採掘の需要が高まり、炭鉱労働者の数が急激に増加した。1880年に2000人だったのが、1900年にはほぼ3500人を数えた。1892年、 カルモー炭鉱の大ストライキは、ジャンバティスト・カルビニャックの解雇によって勃発した。カルビニャックは、賃金労働者で、1892年5月から、カルモー市長を務めていた。鉱山労働者たちは、タルヌ県選出国会議員ジャン・ジョレスによってサポート、されていた。ジョレスは、無所属の社会主義者候補として、立候補し1893年に当選していた。 旧3とクロティルド工場カルモーにおいて初めてガラス工芸が行われたのはブレレミーヌにガブリエルド・ソラージュが持つドメーヌにおいてで1754年5月2日のことである。彼らは王家の諮問委員会の判断を受けていった。ガラス工芸では火を必要とするためカルモーの石炭を消費した。八百五十年代までは生産量は年間五百万本を超えず、 会社は100人の従業員を雇用していた。1856年、ガラス工芸工場はウジェーヌレセギエに貸し出された。彼は1862年にサント・クロティルド・ガラス工場を建設した。そこは、1857年からアルビと、1864年からトゥールーズとカルモーの区間をつなぐ新しい鉄道駅に近接していた。レセギエが後押しをして、 産業は成長した。サントクロティルド工場では1880年に300人の従業員がいた。様々な機械化プロセス、そして5機の新しいシーメンス製航路の購入後、1887年には800人の従業員を抱えた。1日の生産量はボトル3万本に達した。ブドウを襲ったフィロキセラ流行と、機械化が事業とガラス工芸に従事する労働者の 賃金に影響を与えた。労働者は1890年にガラス工芸労働組合会議所を結成した。前述のように、1892年7月、サントクロティルド工場の賃金労働者、ジャンバティスト・カルビニャックは、彼の労働組合活動に関連する不在を理由に解雇された。カルビニャックを支援しようと、他の労働者たちは約4ヶ月間ゼネストを続けた。 妥協しないレセギエはロックアウトを課した。ジャンジョレスが労働者側を支援したにもかかわらず、レセギエが検討局の支援を受けて勝利した。フランス全土から労働者を人事募集し、雇用した上で工場を再稼働したのである。ストライキを行っていた工場の元労働者たちは、ジャンジョレスと寄付者に支援を受け、1896年にアルビに、 完全な事故管理型のガラス工場を創設した。同じ頃、サントクロティルド工場は1931年まで稼働した。サントクロティルドでの製造過程は、さらに人手のかかる用地が少なくなった。ガラスに空気を送り込む送風が機械化されたためである。プロバンスに連合国軍が上陸した翌日である1944年8月16日。 カルモーの戦いが引き起こされた。ドイツの守備隊は降伏し、カルモーは解放された。戦いの2日間は第二次世界大戦の中でも稀なものだった。2000人の巻き構成員たちが放棄し、2500人のドイツ兵を撃退したのである。これでロデーズとアルビの解放が可能になった。自力で解放を勝ち取った南西フランス最初の町としてカルモーには、 黒はドケール勲章が授けられた。1957年5月、カルモーの鉄道車両センターは、フランス国鉄の X2800 シリーズ最小の車両 X2801 を受け入れた。鉄道車両センターは1958年に閉鎖され、鉄道車両はトゥールーズに移送されている。1948年の鉱山道道車台、規模ストライキの間、 鉱山労働者たちは激しい弾圧に直面した。鉱山労働者は警察に殺害されたり、集落を軍事的に占領されたりしたのである。欧州として CGT 鉱山組合地下労働者連盟は鉱山保安業務停止を決定した。10月19日、政府は保安担当者の挑発を進め、社会主義者市長のジャンバルイユによって署名された。法令は、 非常に政治的だと判断した。市長は支援委員会の一人となることも拒否した。ストライキ終了後、市長はすべての鉱山労働者がストライキに関連したという事実を念頭にストライキ過担刑を宣告された鉱山労働者のため自治体議会が御社請願を行うことを許した。こうしたストライキの間、労働者の連帯はすべてを担い、 毎日カルモーの何千人もの住民たちに寄付や炊き出しを行った。カルモーの教員たちは8万4千フランを集めた。鉱山労働者たちは、コレーズ県の農民たちから25トンのジャガイモを受け取り、エロー県のワイン製造業者たちから2000リットルのワインを送られた。17世帯の36人の子供たちは、トゥールーズで連帯する人々に温かく迎えられた。その後、 冷酷な弾圧で6人の鉱山労働者の家族はストライキ活動のため失われた賃金を保障する CGT から支援を受けたため刑務所に収容された CGT は彼らが食堂で食事が取れるようにといくらかの金を送金していた彼らのうち2人が釈放されると2月21日に30人が集まったそして事業の再開が有効になった一方で 11月20日には、鉱山労働者全体のうち60%が集まった。炭鉱の研究者は、この時に、スペイン人鉱山労働者の2、3が、まだストライキ中であったことを指摘している。ポーランド人労働者のいくつかのグループはストライキを理由に追い出され、同様に、イタリア人労働者も80代の母親をフランスに残したまま追放された。そうした家賃は、 CGT が負担した。解雇された26人の労働者全員は CGT から数日から数ヶ月の単位にわたって保障された。一部の労働者たちは降格させられた。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたの。それ以降は当該コミューンの人口統計によるの。 1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。多目的レクリエーションセンター、カップデクベルト多くの工業都市と同じく、1970年代から1990年代後半に、かけ、石炭産業の衰退と、最終的には稼働停止のため、カルモーは未曽有の経済危機を経験している。2000年代から困難を伴う、 経済変換にもかかわらず、新たな経済的なダイナミズムを知ることになった。露天掘りの行われた土地を転換しようと、地元当局は2003年6月に多目的レクリエーションセンターを開業した。しかし、利用者の頻繁な利用は、事業予測と比較して不十分なものだった。その管理方法は2005年に、ミディコールピレネー地域圏商工会議所によって、厳しく批判された。 2002年5月にカルモーで設立された CCA インターナショナルカルモーは700人近くを雇用しており、タルヌ県においてはラボラトワール・ピエール・ファーブルに次いで2番目に大きな民間雇用者である。フランス国内におけるコールセンターの中で最大のものの一つである。2009年と2010年に2カ所の新しい商業エリアがオープンしている。 カルモーの人口統計が新たな経済成長を証明している。1962年以来初めて2006年の国勢調査においてカルモー市街地は人口増加を遂げた。ありがとうございます。